今回のこの動画も毎日中国語のネイティブ講師みんなで作ったバー構文のマスター動画になっているので確実に理解することはできると思います。大家好，我是阿波脸。皆さんこんにちは、阿波脸です。今回は初心者でも必ず習得できるバー構文についてお話をするんですけど、いきなり問題です。我把一本书拿来了。この文章5秒で訳してみてください。はい、いかがでしたか？余裕じゃんと思った方もいるかもしれませんが、実はこれ文法として間違っています。はい、私はこれまで何千人という方に中国語を教えてきましたが、学習者の 90% 以上の方は今回紹介するバー構文でつまずいちゃうんです。はい、そしてそのままほったらかしにしてどんどん勉強を進めてしまう人がいるんですが、絶対にやめてください。なんでかというと、バー構文は会話の中でめちゃくちゃ出てきます。ネイティブも本当によく使う文法の一つなんですよね。だからわからないまま放っておくと、相手の言っていることがわからなくなって、うまくコミュニケーションが取れなくなってしまいます。でも逆に習得すれば、ほとんどの学習者が苦手な文法なので、周りから一目置かれるし、ネイティブからもそんな表現を言えるなんてすごいと絶対に褒められます。はい、今回のこの動画も毎日中国語のネイティブ講師みんなで作ったバー構文のマスター動画になっているので、確実に理解することはできると思います。また最後には文法に慣れてもらうために例文をなんと30個も用意しているので、楽しみにしていってください。はい、それでは行きましょう。はじめにバー構文は何かというと、開始のバーが使われている構文のことで、特に会話でよく使われることが多いもので、目的語や行動などを強調して相手に伝えたい時に使います。まずは基本的な文法を紹介します。語順は主語プラスバープラス目的語プラス動詞、それで目的語を動詞すると訳すことができます。はい、早速例文を見ていきましょう。我把这本书拿来了。私はこの本を持ってきた。はい、这本书が目的語で、拿来が動詞ですね。これを見てわかるように、バー構文は通常の中国語の文と語順が違うことがわかります。中国語の基本的な文法の語順は主語プラス動詞プラス目的語なのに対し、バー構文は主語プラスバープラス目的語プラス動詞、こういう風になっているんですね。バーを使って目的語を動詞の前に引っ張ってくるということです。もう一つ例文を見てみましょう。我把这个问题解决了。私はこの問題を解決した。はい、これを見ると分かる通り、バー構文にすると日本語と同じ語順になります。より分かりやすくなりますね。でもここで疑問が浮かんだんではないでしょうか。我把这个问题解决了。この文章、バーを使わなくても、我解决了这个问题のように、基本的な語順で表すことはできるんじゃないの？はい、素晴らしい。これに気づいた方は鋭いですね。我解决了这个问题。この語順でももちろん表すことはできるんですが、じゃあ別にわざわざややこしいバー構文なんて使わなくてもいいんじゃないの？と思った方もいると思います。でもちゃんとバー構文が存在する理由があるんです。このあたり、今からしっかり勉強していきましょう。バー構文が存在する理由として2つあります。1つ目は、バーを使うと普通の文よりも目的語を強調することができるから。2つ目は、バー構文でしか表すことができない文があるからです。まずは1つ目から。こちらは実際に文法事項なども合わせて一緒に解説をしていきます。はい、ではバーを使うと目的語を強調できるという話なんですが、実際にさっき出てきた例文を元に説明していきます。我拿来了这本书。我把这本书拿来了。
この2つの文を比べると我拿来了这本书、これを訳すと私はこの本を持ってきたとなりますが、これはシンプルに事実を伝えてるだけなんです。はい。そして次に我把这本书拿来了、これはどうなるかというとこの本を持ってきたんだよというように目的語の部分这本书を強調することができるんですね。そして我解决了这个问题、我把这个问题解决了、これも同じです。我解决了这个问题、これはシンプルにこの問題を解決しましたと事実を述べているだけなんですが、我把这个问题解决了、これはこの問題を解決したんですというように目的語这个问题を強調することができます。目的語に対して処置をしたり何らかの結果にさせるというイメージで処置文というように呼ばれることもあるみたいですね。ただこのバー構文を使うにあたっていくつかの文法ルールがあります。それはこの3つです。まずはじめに動詞は単独で使うことができないということです。例えば我把这本书看、私はこの本を見る、これは動詞看が単独で使われていますよね。先ほど言いましたがバー構文は目的語に何らかの処置をしたり何らかの結果を生じさせるというイメージを持っているので、ただ単独で動詞を使うのではなく動詞をしてそれがどうなったのかどうするのかというようなところまで伝えないといけません。なので我把这本书看だけじゃなくて我把这本书看完了、はい、私はこの本を読み終えた、このように付け加える必要があります。じゃあより具体的に単独で存在する動詞に何を付けたらいいのか全て紹介します。一つ目、ら、じゃをつけましょう。らは動作の完了を表す単語で、じゃは動作の持続を表す単語ですね。例文を見てみると、我把钥匙丢了、私は鍵をなくしてしまった。请把这本书拿着、この本を持って行ってください。はい、こんな感じです。二つ目、結果保護をつけましょう。結果保護というのは動詞の後ろに置いて動作の結果を補足説明できるものです。例文を見てみると我把这本书看完了、私はこの本を読み終わった、読んだ結果、読み終わることを表す完という結果保護が使われていますね。他にも我已经把衣服折好了、もう服は畳み終わった、はい、服を畳んでその結果終わったことを表す how という結果保護が使われています。このように結果保護をつけるとバー構文は成り立ちます。3つ目、方向保護をつけましょう。方向保護は動詞の後ろに置いて人や物が動作によってどのように移動したかを表すものです。実際見ていきましょう。赶快把手机收起来、早く携帯を片付けて、收、しまうという動詞に起来という方向保護保護をつけることでしまって自分の管理下に置くというニュアンスになります。方向保護をつけることで動詞単独にならないのでこれで OK ですね。4つ目、程度保護をつけましょう。程度保護というのはだを使って動作行為状態がどうであるかを具体的に詳しく説明するものです。例文を見てみると、他把衣服洗得很干净、彼は服をきれいに洗った、洗ってそれが綺麗になるという意味ですね。5つ目、動量詞をつけましょう。その名の通り動作の量を表す単語です。皆さん馴染みのある一下などですね。例えば例文で見てみると、请把我的房间打扫一下、私の部屋を少し掃除してください。はい、こんな感じです。6つ目は動詞を重ね型にしましょう。重ね型は動詞を重ねて少し何々するというニュアンスを持たせる文法です。例文見てみると、请把那部电影的内容给我介绍介绍、はい、その映画の内容を私に紹介してくださいですね。はい、こんな感じですね。皆さん、もう一度言いますが、バー構文では動詞は単独で使うことができないので、この6つを付け足すようにしましょう。これが文法ルールの1つ目です。では文法ルール2つ目、それは使
えない投資があるということです。それはどういう動詞かというと、ズバリ目的語を持たない動詞、心理状態、感情を表す動詞、動作性がない動詞、方向を表す動詞、それぞれ見ていきましょう。まず目的語を持たない動詞というのは、例えば消費、休む、旅行、旅行するなどですね。バー構文は目的語に対し何らかの処置を行うニュアンスがあるので、そもそも目的語を持たない動詞がある場合は使えないのは当たり前です。次に心理状態、感情を表す動詞ですね。これは例えば喜欢、何々が好き、知道、何々を知っている、希望、望むなどです。これらも先ほどと同じで具体的に処置を行えないので×です。次に動作性がない動詞も同じ理由で使えません。例を挙げると是、有、在などです。最後は方向を表す動詞も使えません。例えば来は来る、去行く、出出るなどですね。以上が使えない動詞ですが、どれを見ても目的語をそもそも持てないか、目的語に処置を加えることができるものだけバー構文は使えるということを覚えておきましょう。最後に文法ルール3つ目、それは目的語は自分と話し相手がすでに知っているものでなければならないということです。一つ文を紹介します。他把一本书拿走了。彼は一冊の本を持っていった。実はこれは間違ってるんです。ここの一本书はたくさんある本のうちのどれか一冊という意味で、どの本かは明確にされていません。つまり不特定のものなんですね。でもバー構文では目的語は自分と話し相手が両方知っているものじゃないといけないので、一本书は間違いなんです。じゃあどうしたら正しいかというと、他把你的书拿走了。彼はあなたの本を持っていたのように、どの本を指すのかちゃんとはっきりさせると文法的には正解になります。でも会話でどれかわからないけど、どれか一冊の本をみたいな不特定のものを言うことってあまりないので、特に気にしなくてもいいかもしれません。はい、これまでバー構文が存在する理由として目的語を強調できるということを言っていましたが、実はもう一つ重大な理由があります。それはバーを使わないと表すことができない文法があるからです。じゃあどういう文法かというと、つまり動詞の後に結果保護、在、成、给、到がついて目的語が2つある場合です。実際に例文見た方が分かりやすいと思うので、一緒に見ながら解説していきます。例えば私は服を机の上に置いたという文で考えてみましょう。この文を分解してみると、主語私、我、動詞プラス結果保護、置いた、放在プラス場所、目的語服、衣服、目的語机、桌子、このようになりますね。これを基本的な語順で表してみると、主語があって動詞があって目的語の順なんですが、我放在桌子上衣服了となりますね。しかしこれは文法的に桌子という目的語の後ろに2つ目の目的語衣服を置くことはできません。だからバーを使って処置をする方の目的語衣服を動詞の前に持ってくるんです。そうすると、我把衣服放在桌子上了。これで文法間違いのない綺麗な文章になります。はい、もっと例文を見て慣れていきましょう。この文を中国語に訳してください。はい、この文章を分解してみると、主語あなた、に、動詞プラス結果保護、何々訳す、翻译成、目的語この文、这个句子、目的語中国語、中文、このようになりますね。基本的な語順のままにしてしまうと、请你翻译成中文这个句子となり、明らかにおかしな文章になってきます。だから場を使って処置をする方の目的語这个句子を動詞の前に持ってくるんです。そうすると、请你把这个句子
翻译成中文。こうすれば綺麗な文章になりますね。はい、もうあと2つ例文出していきます。はい、このプレゼントを先生にあげます。この文章を分解すると、主語は私、我、動詞プラス結果保護、何々にあげる、送给、目的語このプレゼント、这个礼物、目的語先生、老师、こうなりますね。基本的な語順のままにしてしまうと、我送给老师这个礼物と、ちょっとおかしな文章になってしまう。だから場を使って処置をする方の目的語这个礼物を動詞の前に持ってきます。我把这个礼物送给老师、こうなりますね。はい、最後もう一つ例文は5秒待つので中国語に直してみてください。これを日本に届けるにはいくら必要ですか？はい、では回答です。答えは、把这个寄到日本需要多少钱、皆さんできましたか？うんうん、はい、需要多少钱などがわからなかったとしても、把を使っている部分の語順が合っていれば OK です。はい、これが把構文が存在する理由ですね。もう一度言うと、一つ目が基本的な文より目的語を強調できるから、二つ目がバーを使わないと表せない文があるからでしたね。ではここからはその他の文法事項についてお伝えします。まだあるのかって思った方もいるかもしれませんが、ラストスパートなので一緒に頑張っていきましょう。バー構文の否定形について紹介します。否定文はバーの前に否定の言葉を置きます。例文を見ていきましょう。他把照相机带来了、彼はカメラを持ってきた。これを否定文にすると、他没把照相机带来、彼はカメラを持ってこなかった、このようになりますね。いつもの語順だと動詞の前に否定の言葉を置くのが普通ですが、そうならないということを覚えておきましょう。また否定文と同じで、副詞や助動詞がつく場合も把の前に置きます。例えば、私は日本円を人民元に変えたいと言いたい場合は、何々したいという意味の助動詞想は把の前に持ってきます。我想把日元换成人民币。はい、こんな感じです。把構文についての説明は以上ですが、とにかくこの文法は慣れが必要なので、把を使った例文30個見ていきましょう。順番は日本語1回、中国語1回、ゆっくり中国語1回、この順番で読みます。瞬間的に訳すことができるようになるまで何度も何度も復習をしてみてください。では行きましょう。1、お母さんは私を起こした。ママ把我叫醒了、ママ把我叫醒了。2、私はお隣さんの窓を蹴って粉々にした。我把邻居的窗户踢碎了、我把邻居的窗户踢碎了。3、彼は髪を全部剃った。他把头发剃光了、他把头发剃光了。4、この件については必ず調査してください。一定要把这件事调查清楚、一定要把这件事调查清楚。5、亀は頭を出して周りを見渡した。乌龟把头伸出来看了看周围、乌龟把头伸出来看了看周围。6、夜はドアの鍵をしっかりかけないといけない。晚上得把门锁好、晚上得把门锁好。7、鳥は地面の虫を食べた。小鸟把地上的虫子吃了、小鸟把地上的虫子吃了。8、お姉ちゃんは私の鉛筆を壊した。姐姐把我的铅笔弄坏了、姐姐把我的铅笔弄坏了。9、カビの生えた食べ物を捨てましょう。把发霉的食物扔了吧、把发霉的食物扔了吧。10、あなたが出かけるときは鍵をしっかり持ってください。你出去时把钥匙带好、你
出去时把钥匙带好。11、彼は倒れてる老人を助け起こした。他把摔倒的老人扶了起来。他把摔倒的老人扶了起来。12、お兄さんは家のお金を全部持っていった。哥哥把家里的钱都拿走了。哥哥把家里的钱都拿走了。13、私は家の車を運転して出て行った。我把家里的车开走了。我把家里的车开走了。14、生徒さんは教室をきれいに掃除した。同学们把教室打扫得干干净净。同学们把教室打扫得干干净净。15、警察は悪い人を捕まえた。警察把坏人抓住了。警察把坏人抓住了。16、外の葉っぱは日差しを遮った。外面的树叶把阳光遮住了。外面的树叶把阳光遮住了。17、私は宿題を書き終えた。我把作业写完了。我把作业写完了。18、私の不注意でお母さんの服を汚した。我不小心把妈妈的衣服弄脏了。我不小心把妈妈的衣服弄脏了。19、弟はお皿を洗い終わった。弟弟把碗洗好了。弟弟把碗洗好了。20、牛乳を全部飲まないで。别把牛奶喝光。别把牛奶喝光。21、私は昨日の料理を温めた。我把昨天的菜热了一下。我把昨天的菜热了一下。22、先生は5個のリンゴを生徒さんに分けた。老师把5个苹果分给学生了。老师把5个苹果分给学生了。23、私は花の種を地面に撒いた。我把花的种子撒在地里了。我把花的种子撒在地里了。24、あなたはゴミをここに捨ててはいけません。你不可以把垃圾扔在这里。你不可以把垃圾扔在这里。25、あなたは仕事を他の人に任せてください。你把工作交给其他人。你把工作交给其他人。26、お母さんは私が着れなくなった服を妹にあげた。妈妈把我穿不下的衣服给妹妹了。妈妈把我穿不下的衣服给妹妹了。27、私は席をおばあちゃんに譲った。我把座位让给老奶奶了。我把座位让给老奶奶了。28、お父さんは毎日私を学校まで送る。爸爸每天都会把我送到学校。爸爸每天都会把我送到学校。29、私は結婚写真を壁にかけてる。我把结婚照挂在墙上。我把结婚照挂在墙上。30、私は携帯をカバンの中に置いた。我把手机放在包里。我把手机放在包里。皆さん辛苦了。最後の30個の例文はぜひ繰り返し練習してください。コメント欄はアウトプットの場所だと思って聞き取れたフレーズなどどんどん書き込んでください。コメントは全部一個一個見て返しています。はい、中国語の勉強一人でやっているとモチベーションがなかなか続かなかったり、またやり方に迷う時はあると思います。私もゼロから日本語を勉強しているので気持ちはよくわかります。でも私も今ここまで話せるようになりました。なので絶対皆さんもう中国語はマスターできます。そしてマスターしてその先にやりたいことをやっていきましょう。
中国語を効率よく本気で勉強したいという方は概要欄から LINE を登録すると7日間の無料コーチング講座を受講できます。中国語学習への意気込みが変わりましたとか、自分の中国語の上達しない原因が見えました、またはアハレンさんの言っていた勉強方法を試したらめちゃくちゃ良かったなど、かなり好評の講座なのでぜひ参加してみてください。はい、では10秒リスニング聞き取ってみてください。今天有一瓶新的日本酒到了，所以我去家附近的超市买了很多生鱼片，希望能快点下班。那么大家今天的晚饭是什么呢？はい、近況報告の時間になりました。今日は2匹目のエルちゃんを紹介したいと思います。パチ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 。だいぶ最初の頃に比べて目と鼻が綺麗になりました。で、体はまだちっちゃいんですがよく食べています。そしてめちゃくちゃ甘えん坊で、夜は必ず私の枕元で一緒に寝ています。で、どこに行ってもついてきます。もうそんなストーカー気質のエルちゃんですが、めちゃくちゃ可愛いです。はい、また可愛い写真ツイッターにも上げていくので皆さんフォローしといてください。那谢谢大家，我们下次再见咯。再见，谢谢。教えてきましたが、具体的に処置を行えならないので、もう実際に例文を見た方が分かりやすいので